はい、コーヒー開けます。今回はグアテマラを焼いていきたいと思います。後日この豆を飲んだんですけど、かなり甘みとコクが引き出せてて過去最高の出来だったかなと思うので、記録も兼ねて動画にしようと思います。一応決め事として、豆を投入してから8分間はずっと弱火で水を抜くようなイメージでやってみました。さあ、8分経ったのでここで少し火力を上げています。さあ、煙が出てきました。この煙がね、もうすぐ市ハゼが来るという合図になります。はい、今のパチッっていう音が市ハゼの音です。蓋の開け閉めは結構しっかり蓋を開けて排気しています。はい、市ハゼのパチパチとした音が聞こえなくなったので、火を少し強めて、蓋の開け閉めをやめています。煮ハゼの音はかなり聞こえにくいこともあるんですけど、プツップツッというような振動も手に伝わってくるので、それで判断できるかと思います。はい、今鳴っている音が煮ハゼの音です。市ハゼの音はパチッパチッというような音ですが、煮ハゼの音はプチッとかプシュッというような音です。はい、しっかり煮ハゼが始まったのでここで焙煎を止めます。
自分で焙煎すると結構ムラが出てしまってあまり焼けてない豆とか出ちゃうんですけど、それは焼き上がった後に最後にその豆だけを取ってあげれば大丈夫だと思います。今回はハゼの置き方とかもかなり狙い通りで、出来上がったコーヒーの出来としてもかなり良かったので、いろんな実験の結果が出てるのかなと思います。これからもねガンガン実験していくので、よかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは最近コーヒーにハマった私の普段の感じを垂れ流していこうと思っています。チャンネル登録、コメント、高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた。